申し入れをしたのは被爆者らで作る団体など13の市民団体です。原爆資料館の展示更新にあたっては、南京大虐殺を含め日本の戦争加害の事実も展示することを求めます。よろしくお願いします。原爆資料館の歴史年表に記載されている南京大虐殺をめぐっては見直しを求める意見もあり、市民団体は原爆投下に至る日本の戦争加害の歴史も伝えなければ国際的な理解は得られないとして展示を維持するよう主張。また展示内容を話し合う運営審議会で日本の戦争加害の展示の必要性を訴えてきた委員が今年度の公募で落選したことについても問いただし、結果の見直しを求めました。これに対し市側は恣意的ではないと回答。結果の見直しについては持ち帰って検討すると答えるにとどまりました。